自然あります、温泉あります、釣りできます、ラフティングできますとか、いろんなレジャーが遊べます。しかも冬になるとスキーだったりスノーボードだったり、いわゆるウィンタースポーツも楽しめます。おはようございます、ドンバラマキです。本日は北海道大学です。本日は北海道大学最高の大学である理由8選。はじめ、一つ目、立地が神。北海道大学の正門から徒歩5分ほどで、札幌で一番大きい札幌駅に着きます。他の旧帝大も都市圏にはあると思うんですけども、北海道大学ぐらいね、都市圏の一番中心の地区であるっていうのは珍しいんじゃないでしょうか。そういった都市圏に住めるという意味でも北海道大学は最高の大学です。二つ目、北海道大学から北の大歓楽街すすきのまで徒歩2、30分で着きます。これもね、めちゃめちゃ楽しいキャンパスライフを送る上で重要なことで、まあ、やっぱり大学生といえば飲み会ですよね。そういった時に行くのがすすきので、居酒屋とかバーだったり、様々な娯楽施設、そしてまあ夜のね、ディープな店だったり、すべてが揃ってるのがすすきのです。北大生が飲みに行くといえばやはりすすきのですね。で、徒歩で帰れるので終電はそこまで気にしなくていいし、オールしてからで学校に行くなんて学生もいらっしゃいますね。そんな大学生活、いかがでしょうか。三つ目、そこそこの学歴。まあ、やはりね、腐っても旧帝大ということで、そこそこの高学歴ではあると思います。本州の評価はね、わからないんですけども、北海道だと北大に行けるっていうだけでも、かなりの神童扱いされますね。ちなみに僕もめちゃめちゃ親戚に褒められました。四つ目、就活がそこそこ強い。まあ、やっぱり東大、京大、早慶とかにはね、劣ると思うんですけども、一次審査だったり、いわゆるエントリーシートでの書類審査などは通過できることが多いです。まあ、最終的にその大手の企業に内定をもらえるかどうかってのは、その個人にかかっているとは思うんですけども、そういった学歴フィルターみたいなのを乗り越えられる大学ではあると思ってます。北大生、いかがでしょうか、企業の皆さん。5つ目、遊びが豊富。これも最高ですよ。札幌市内だったら美味しい店だったり、娯楽施設だったり、まあ、あらゆる全てのものが揃ってます。しかも、札幌から一歩ドライブで出れば、自然あります。温泉あります。釣りできます。ラフティングできますとか、いろんなレジャーが遊べます。しかも冬になると、スキーだったり、スノーボードだったり、いわゆるウィンタースポーツも楽しめます。1年を通してね、様々な遊びができるのが北海道です。そういった大学生活、いかがでしょうか、皆さん。6つ目、総合大学なので様々な学部が存在します。やっぱり文系とか理系の基本的な学部はもちろんなんですけども、獣医だったり水産学部だったり珍しい学部もあります。で、1年生じゃね、総合理系だったり総合文系だったり、一つの学部じゃなくて、その理系文系としてクラスが構成されるんですよね。なので、いろんな人と知り合うチャンスがあります。北海道大学でいろんな人と、知り合ってみてはいかがでしょうか？そこの君。どうだい？7つ目、部活サークルが山ほど。まあ、これは他の大学でもね、そうだと思うんですけども、やっぱり北海道大学もね、めちゃめちゃいろんな大学、めちゃめちゃいろんなサークルがあります。まあ、例えばなんですけども、まあ、部活はね、大体網羅されてます。まあ、ない部活はね、ないんじゃないかっていうぐらい、まあ、いわゆるね、どこの大学にである、どこの大学にでもある部活はあります。しかもね、部活がなくてもサークルで緩く楽しんだりとかもできます。例えば牛乳同好会というね、謎の同好会もあったり、まあ、キャンプね、したりとか、ツーリングしたりとか、麻雀やったり、ゲームやったり、本当にいろんなね、サークルがあると思うので、絶対自分に合うサークルってのは見つけられると思います、ね。まあ、コロナ禍はね、サークルの活動とか部活は制限されたりするんですけども、まあ、時が経てばね、そういった状況も解消されると思うので、いろんなサークル探してみてはいかがでしょうか。最後、8つ目です。キャンパスが神。春夏秋冬が楽しめるキャンパスですね。春は桜が咲いたり、夏はね、緑が生い茂ったり、秋は紅葉を見れたり、冬はね、冬景色が見れたりとか、一年を通じて最高のね、キャンパスを見られると思います。畑があったり、池があったり、謎の休む場所があったり、いろんな場所があります。さらに、ね、農学部だったり、理学部の博物館だったり、建造物とかも見るだけでね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。このキャンパスで学べるっていうだけでも、北大に来る価値はあるんじゃないでしょうか。はい、ということで以上、8選紹介させていただきました。これを見てね、一人でも北大に興味を持ってくれたら嬉しいと思います。それでは、さよなら。